北九州市小倉北区で開かれたフードサポート北九州では、来場者に米やレトルト食品などが配られました。このイベントは物価の高騰が続き、経済的な支援を必要とする人が増える中、北九州市などが主催しました。こういうイベントがあってくれると、もう子どももいるのですごく助かってます。クリスマスお正月ってお金がかかるので、 ありがたいです。会場には県弁護士会による法律相談や家計の相談などができるブースも用意され、年の瀬を前に多くの人が訪れていました。